フメリニツキー原子力発電所は、ウクライナ、フメリニツキー州、ネトシンにある原子力発電所。運用は、エネルゴアトムが行っている。2機の VVR-1000 e が運用されており、それぞれ1000メガワットの出力を持つ。1号機の建設は1981年に始まり、1987年の終わりに運用を開始した。 2号機は1983年に建設が始まり、1991年に完成予定であったが、1990年に建設が停止され、その後モラトリアムが解消された2004年8月に建設が完了した。2機の原子炉が現在建設中である。3号機の建設は1985年9月に始まり、4号機は1986年6月に、 始まった。建設は1990年に1号機が75%、2号機が28%、完成した状態で停止された。2010年6月にロシアとウクライナの間で、建設再開の政府間合意が調印された。2011年2月10日、エネルゴアトムとアトムストロイエクスポルトは3号機と4号機の、完成を合意する契約に調印した。 これらは2016年と2017年に商業運用が開始される予定である。3号機と4号機の実現可能性の調査は、キエフ研究所エネルコプロケットが言った。フメリニツキー原発はウクライナからポーランドのゼシュフへ向かう 750KV のゼシュフ、フメリツキー送電線の3本のうち1本の支点である。ありがとうございます。